話がようわかりませんわ、兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる？最後にお前らがあの人を見たのはいつだ？おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやローのように俺のことも殺そうとする。それもローが言うとるだけだろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅうんは、そんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ローの話を頭っからお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことだい。ほいじゃったら、キリュウさん、わしらはもうあんたを兄貴とは呼べん。だがもし尾道の秘密を前にして、そこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従やあ。ええ、我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。わりゃ、なんじゃあ言うんだら、キリュウさん。王者、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出や、キリュウ。わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我もこの隙で来いや。
Huh!